はいはいはい、どうも松尾修造でございます。今日は日本には本当にまあ当たり前といえば当たり前なんでしょうけど、神社お寺っていうのは非常に多いんですけどね。神社が約8万8000、そしてお寺が7万7000ありますね。まあ合わせると17万弱ですか、16万5000ほどあるんですけど、コンビニの約3倍、今ですよ、あるそうです。江戸時代に至ってはですね、もっとそれの5倍近く、95万近くですね、神社、お寺、いうのが存在したそうなんですけどね。まあ、このなぜ神社、お寺が多いかという、まあ、権力のまず象徴というふうにも言われていますし、まあ、神社、お寺、江戸の、天皇家とか武士のですね、まあ、権力の象徴として称えたものが多いというのも一つありますし、まあ、一部には信仰ですね、まあ、自然界の信仰、動物とかの対象の信仰として、建てられた。ということで、まあ、またはコミュニティ、まあ、今自治会とかそういうようなコミュニティの場所というふうな、場所で建てられたということも、言われておりますし、それから江戸時代に、至りましてはですね、幕府の下請け、機関といいますかね、まあ、役所みたいな形でも、お寺が、使われてたということは、その名残があり、まあ、未だにたくさんの神社、仏閣がということがあると、いうことなんですね。まあ、これ本当に非常に日本という、国自体神社お寺は非常に、世界に比べても多いという今日はお話をさせていただきました。松尾修造のこれ知ってますでした。